環境省地球環境局地球温暖化対策事業室の峰と申します。私からは脱炭素技術等による工場事業上の消 c 用通化加速事業について概算要求の概要資料を用いて説明させていただきます。今年度までは工場事業上における先導的な脱炭素化取り組み推進事業を実施しておりまして、事業期間は令和7年度までの予定でしたが、社会情勢の変化等を踏まえて、 前倒しで支援制度を見直すことといたしまして、本制度を令和7年度から新たに始める要求を行うことといたしました。なお、略称は引き続きシフト事業とさせていただいており、と紛らわしくはなってしまいますが、当面は現シフト、新シフトと呼び分けをしようかと思っております。事業目的に記載しておりますように、本事業は少子用通貨を加速していく支援事業でして、視点としては、 CO2 排出量のマスコープ3を削減する取り組みや、積極的な消費用通投資による設備、システムを改修する取り組みなどのモデルを創出し、それらが支援した知見を急展開することで、消費用通2化の浸透を図っていきたいと考えております。具体的な事業内容は2、事業内容をご覧ください。1つ目の企業間連携による消費用通2化推進事業については、 大企業等がサプライヤー等の取引先の消費用通貨を検引し、スコープ3排出量の削減を図るモデル的な取り組みを支援するものです。現シフトの企業関連系先進モデル支援の後継にあたるものになりますが、より大企業からのですね、働きかけを進めてもらいたいというふうに考えており、一部要件の見直しを図っていきたいなと考えているところでございます。二つ目の消費用通型システムへの回収支援事業については、 現シフトの CO2 型設備更新支援のメニューを再編したものとなります。特にシステム全体を回収する電化、燃料転換、熱回収などの取り組みなどの積極的な取り組みについて重点的に支援していきたいと考えています。支援対象のポイントとしましては、米印に記載しておりますが、新たなニーズを踏まえて 複数事業者が共同で少子用通型設備を導入する取り組みとして、例えば近隣の企業が低炭素燃料の設備を共同で設置して、効率的な燃料転換を図るような取り組みなどを期待しているところでございます。また、えっと、米の続きになりますけれども、既存システムへの設備追加により少子用通化を図る取り組みについては、ユーティリティシステムの中でですね、転換可能な部分については、 既存システムに設備を追加することで化石燃料の使用を減らしていくような小 CO2 対策を期待しているところでございます。削減率の要件については、原シフトの標準事業を踏襲した削減率としたいと考えております。また補助上限については基本的には1億円ですけれども、一定以上の大規模な CO2 削減が図られる取り組みについては、上限を5億円にすることを想定しております。 3つ目の DX 型 CO2 削減対策実行支援事業については、現シフトの CO2 削減計画策定支援の流れを組んだものですが、この中で特に DX を活用した小 CO2 対策に関して、重点的な支援とその知見の普及展開により、徹底的な無駄の削減などを図っていきたいと考えています。大きな変更としては、事業期間を2カ年にしたいと考えております。 これによって、1年間のデータ等が取れると思いますので、具体的な運用改善については、補助事業を期間中に実施して CO2 削減を図っていただきたいと思っております。また、季節変動を考慮したデータも取得できると思いますので、工場の熱需要を踏まえたですね、排熱利用の検討ですとか、設備の稼働状況に基づく適正規模容量への回収設計など、こういったところの知見も蓄積したいと。 考えているところでございます。四つ目の、工場事業上における先導的な脱炭素化取り組み推進事業。こちらは継続案件のみと記載していますが、現シフト事業で昨年度や今年度に採択した複数年度案件の令和7年度予定分を確保するものでございます。従って、あの現シフト事業が終了するということで採択済み案件の支援がなくなるというわけではございません。5つ目の、 工場事業上の脱炭素化に向けた課題分析解決手法に係る調査検討等については支援実績の分析やセミナー等による知見の普及を行いたいと考えています。右側の事業イメージについては適宜ご参照いただければと思います。ぜひ積極的な省仕様通貨に向けた取り組みをご検討いただけますようお願いいたします。以上で私からの説明を終わります。